ではこれからディープハーフガードからの、ベーシックなバックテイクを紹介します。相手がインサイドパスとか仕掛けてきて、プラス膝を鼻とかに当ててくるタイプは、まあ、結構背後に回るのは難しいですけど、逆に相手の体の前側にはスペースがあるので、ディープハーフガード入るタイミングとしては個人的に、まあ、ベストに近いと思っています。でここでちょっとバックしていいですか。基本的にはこう半身になるように心がけます。背中がべったりついてしまうと、まあ、同時に手が左腕が相手の体のそばに近くなって、相手としては脇も刺しやすいですし、木村も非常にかけやすくなってしまうので、しっかり左半身を隠すような意識で半身になっておきます。でそれを心がけながら、この左手は相手の胴着をはじきさせていきます。手前の胴着か、遠くの胴着です、まあ、両方やってみます。で動く、次の紹介する動きに関して、動きやすいのは相手の、この場合だったら、左側の前です。この胴着のタグがついてる方あざけさせてやると、右手にパスした後スムーズに動きやすいです。引き出した相手の下襟は相手の腰を抱えるようにしながら右手にパスします。で持ち方はこの小指側が相手の体に、向くような形でグリップ作ります。こう親指がですか、拳がカメラの方向いて、親指がパートナーの体に当たるというよりかは、手のひらが、カメラの方向いて、小指側が相手の体に当たるようにグリップを作っております。で次に僕は右足を相手の絡んでいる右足の下にフックします。四の字で組んでいるところから、まあ、左手も補助しながら一瞬解いて、右足の下に右足をフックします。そして少し振って、まあ、ハンドを利用して、この後大きく相手の足をカメラの方に向かってグーッとキックしていきます。キックしながら僕の頭は相手の股の後ろ側にグッと抜けてきます。でここの時点で相手が腰を両方ともマットから離して、手をマットに、ま、手もマットについているような状態であれば、まあ、デラヒーバーガードから、バックを奪うときような、バックを奪うときのような動きで、両膝と両足を膝の後ろにフックして、バックを取りに行きます。ただし多くの場合、もう一回ティーバーガードが入っていて、相手もそういうのは、自然と、なんでしょう、ディフェンスしてきて、ここでキックして頭抜いた後にこんな感じで腰を回ってもしっかりついてくることが多いですね。これをされるとさすがにさっきのようなバックの取り方はできなくなってしまいます。ただし、この動きをする前に掴んでいた相手の胴着と自分の腕をうまく使って、引き続き、バックテイクのプレッシャーをかけていきます。胴着を離さないで僕の前腕はしっかりと相手の体にこうフィットします。お脇が開いて、ちょっと回ってもらっていいですか。もうお互い、脇が開いて、お互いの体の間に空間がないような状態ではなくて、脇を締めて、お互いの体の間に自分の腕がしっかりと入り込むようにしてください。これができたら、まあ、後でちょっと角度も変えるんですが、足を入れ替えて、体を大きく開いて、肘をマットに立て始めてください。ちょっと万歳するような形で脇を開いて、この後は肘を自分の体に引きつける動きで起き上がっていきます。また角度は変えるんですけど、足を入れ替えておいて、左足を相手の背後に向いてきて、胴着さらに引きつけてシートベルトをしてバックしていきます。ディープハーフガードに入って、右手で使います。小指側がパートナーの体、脇腹のあたりに当たるようにしておきます。左足かけて右足フックして、カメラの方に相手の足をキックしながら、頭は相手の背後へ抜きます。ここで腰切ってきた時に肘が絶対に相手の体の、背中にフィットするようにします。ち
と向きをこっちに変えていいですか。でこの時点で左足が相手のマットの間にあると思うんですけど、右足を下げてください。そして大きく万歳して体を起こす動きをし始めたら、左足を抜きます。右足を相手のマットの間に残しておいてください。ちょっとバックしておきますね。相手が腰を切ると自動的に左足が股に残ると思うんですけど、このまま起き上がろうとせずに必ず右足を下げて左足は外してください。この形からこの形に変えます。外側にある右足を内側に持ってきてください。そして、脇開いて肘立てて体を起こし始めたら、もともと内側にあった左足は相手の体を外側に抜けてきて、密着を続けながらちょっと体をスライドさせてシートベルトしてバックテイクをします。もう一回ですか。で一応道着の持ち方のバリエーションとして、遠く側の道着をつかむこともできます。掴んで行うこともできます。でこちらで行った方が、より道着が相手の体に巻きついて、コントロール力が上がります。ただし、個人的な、感覚として、こう巻きつきが強すぎて、密着が強すぎて、少し自由に、動きにくいというのがあります。自分自身もちょっと動きにくいです。相手も必ず動きにくくなるんですけど、自分も少しスムーズな動きがしにくくなるので、そこは、承知しておいてください。こっちで手前の胴着を掴んでいた方が、まあ、ちょうどいい、緩さ加減なので、自分も動きやすいです。ただし、相手も、強引に動いたときに、ちょっと、コントロール失ってしまう可能性があるので、それぞれメリット、デメリットがあるので、まあ、両方練習して使い分けたり、好みの方を見つけてみてください。ただし、ほとんどのディープハーフガード、使いは、この手前側の道着を使ってやっているんですけど、遠く側のラベルを使ってやる人っていうのは、まだあまり見たことがなくて、で、これをされる相手っていうのは多少動揺すると思うので、そういう意味では、遠くの道着使うのは結構おすすめです。遠くの道着掴んでも一緒でフックして振って抜けて、でここでかなり強くさっきよりも巻きつけます。ですか。もう手前側の道着を持っていた最初に紹介した形に比べて、今度は遠くの道着をもともと掴んでいるので、相手の腹にも巻きついて、しかも僕の腕が前腕に来るので、相手は前側もきついですし、背中側もきつくなります。あとは足の使い方が一緒で、内側にかかっていた左足から右足にスイッチします。万歳して肘を立てて体を起こし始めたら、左足抜いてコンパクトに反転してバックテイクします。 OK です。まあ非常に強力な、攻撃になるので、ディープハーフガードまあ、使う方は、必須かなと思うので、ぜひ挑戦してみてください。以上で説明終わります。ありがとうございました。